はい、どうも、タクチャンネルです。ちょっと今回、スマブラガチ勢になりたくてさ、攻略本買ってみたんだけど、任天堂ドリーム、徳間書店、いろんなメーカーから出ててさ、何がいいのか分かんなかったんだけど、まあ、これには Wii U と 3DS 両ハード、両方の情報が入ってるってことだから、いいかなと思って買ったんだけどね。まあね、ちょっと俺の求める情報はね、正直薄かったかな。やっぱ俺、ほら、まあ、ロックマンの子だけども、要はキャラクター解説がさ、1キャラにつき見開き2ページしかないんだよ。で、要は、どこにページ数割いてるかっつうと、この、クリアゲッターのとかさ、その、一人で遊ぶモードの攻略法とか、そっちにページ数が割かれちゃってるよね。ステージの特性とか、なんか、イベント戦ね、とかね。そうで、やっぱ俺、キャラクターの技、細かい技のさ、特性とかを一目で見れるようにのが良かったんだけど、まあまあ、吹っ飛ぶ方向とか書いてあるけどね。もうちょっと俺ね、俺ここもうちょい、なんていうの？細かくさ、この技の後には隙が多いとか、そういう、もう一つ一つの技についてデメリット、メリットとか、そういうのを期待してたんだよね。要はそういうのがキャラごとに見開き2ページしかないってこと。これロックマンのページでしょ？次めくるともうパックマン、次のファイターになっちゃうっていう。そういうことなんですよ。まあそういうことなんで、まあもしね、スマブラの攻略本を選ぶ際に、俺と同じようなニーズの方はね、ちょっと、この本はおすすめできない。任天堂ドリーム、任ドリの徳間書店。まあ、とはいってもね、まあ、3DS、Wii U 両方の、その、フィールドスマッシュとかね、スマッシュボンバーとか、要はミニゲームのこととかも全部書いてあったり、これフィールドスマッシュのマップとかもあるんで、まあ、そういう一人でのやり込み要素を求めてる人は、一人でのやり込みの攻略を求めてる人にはいいと思うんですけど、まあ、その対戦ね、ガチ乱闘での、その技の、キャラクターごとの技の特性とかをね、しっかり知りたいっていうニーズには、ちょっとこの本は答えれてない。この通り、一つのキャラクターにつき1ページ。1ページは2ページ、見開きの2ページしか、そういう情報は書かれてないということです。はい、以上です。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしくお願いします。